どうも、エルカビのエルビダです。はい、どうも、ネロニャシです。ということでね、はい、ちょっと前にここのチャンネルで、はい、先輩芸人の結婚を知り、思わず大声を上げるという動画を上げまして、あ、はいはいはい、まあ、この具体名を出さないという、はい、さらにリアクションがあるよみたいな、そうだね、動画にしたら、なんかいつもよりちょっと再生されるみたいな、うん、ちょっと YouTuber みたいな、そう、ね、誰が叫んだんだと、ね、そこも含め見てほしいんですけど、そこでですね、ガリベンズ矢野さんという、はい、クリームシチューの上田晋也さんのモノマネ芸人の方がいらっしゃいまして、はい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 、もうかなりお世話になってます、はい、でとあるライブでね、うん、まあ僕がこうね、芸風的にね、うん、自分は全然やりたくなかったんだけども、うん、こうキャラとかもあるんで仕方なくちょっと噛みつくみたいなことをやりました。いやいやいや、でちょっとそのキャラ付けをしているガリベンズ矢野さんになんてことを言ってるの。いやいやいや、ガリベンズ矢野さんは君、だから一緒ですよ、俺もモノマネ芸人ですから。いや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 、昔の尖ってた芸人を今モノマネしてるだけなので。俳優みたいに言うのやめてくださいよ。でそこでまあ矢野さんとこうやり取りやって、でなんかその後気づいたらガリベンズ矢野さんを俺が一方通行でフォローしてたみたいな話したんですよ。はい、でガリベンズ矢野さんをさ一方通行でフォローはしないわけじゃないですか、普通に考えて。普通にそういう人たくさんいるだろ。ファンの人はいいですよ、フォロワーいるだろ、ファンの人ですけど、うん、俺の芸風だったらよくわかんないじゃん。いやいやいや、そんな接点もないのに。いやいやいや、でまあ、ね、話をしたの、先輩後輩ですからね、面白おかしく話したら、うん、なんとガリベンズ矢野チャンネルさんからその動画にコメントがありまして、あら、おーい、池袋の劇場でのことかな、うん、あんなの全然怒ってないよ、うん、ツイッターフォローはいつの間にか外れてたよ、そして最後にありがとうということで、おー優しい、ちゃんと池袋の劇場でのことを覚えていたということで、ありがとうございます。ちゃんと根に持ってたんですね。違います違います、ちょっと待って、ちょっと待って、どっちかはフォローしとこうぜ。いやいやいや、この時にはここまでやってくれてる人そんな悪く言わないよ。 それで思ってないよ、ありがとうございます。まあ自分のコメントって、うん、コメントしたことあります？ YouTube にないよ。僕したことあるんですよ、はい、で編集できるんですよ。あとで直せるわけ、消すこともできるし、はいはい、だもし俺が編集これ他人のできるんであれば、うん、この後にあんだけ最初に怒ってたのに最後結婚おめでとうってでメイド喫茶の積んでるかっていうのを書きたい、うん、までですね。顔を今90度背けて笑うというガリベンズ矢野チャンネルっていう名前で作って、うん、いいですね、うん、そこに書けばいいんじゃないですか。モノマネのモノマネでね、はい、同じアイコン使って、そうで、うん、これねツイッターいつの間にか外れてたよっていうのは、うん、まあこれね多分本当にあるんだなって思ったのは、はい、今までこう気づいたら一方通行になってた人、俺が気づいた人ね、はい、が、ガリベンズ矢野さんと抜群サガネさんなんですよ、うん、はい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 、これ共通点わかります？草野球やってそうなんです。いやいやバカ野郎、それはそれでいいことだし。草野球やってる人たちはむしろそっちの方が売れるし。芸能人草ブッチャーリーグに参加されてる2人ですよ。でこれもね、はい、サガネさんとかも漫才とかでやってたから、うん、もしかしたらちょっと気分悪くさせてしまったかなみたいなことを喋ってたんだけど、そうじゃなくてね、2人とも公式ついてるんですよ、ツイッターの公式マーク。それですね、はい、そう、そっちですね、はい。まあだからガリベンズ矢野さんは公式の偽物って俺呼んでるんですけど、いやいやいや、で、まあ、公式マークついてる人たち、うん、おそらくツイッターが勝手にスパムっぽいアカウントをフォローから外してます、うん、ああそうなんだ、だから俺今後スパム上田としてアカウントの方ちょっと登録して、で常にスパムっていう豚肉の宣伝をしていきます、はいはいはい、じゃあ俺ガリベンズ矢野チャンネルっていう名前で、いや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 、いろんなとこに書き込んでる。それも矢野さんがめんどくさいから、そなんか矢野チャンネルと矢野チャンネルあんだけどって言われるだけだから矢野さんがね、はい、ということで、まあ、改めてご結婚おめでとうございます、はい、ということで、まあ、そのお世話、どういう、ね、関係でお世話になってたかとか、まあ、そこの、なんていうの、動画見てもらうと分かりやすいので見ていただきたいなと、はい、思っております。探していただきたいなということですけれども、はい、ね、今日で言うとね、あれですね、はい、シェイクスピアが、ね、トレンド1位に入ってまして、はい、なんで今シェイクスピアが1位になるんだ、はいはい、感じじゃないですか。なるほど、だって俺がニノさんでシェイクスピアの役やって出た時もう4年ぐらい経ってますから、ああ今ようやく、うん、バズったかなと思ったら、やっぱゆっくりじわじわなんだよね、うん、こういうのってね。俺ねヤクルトも最初みんな飲まなかったと思うんだよ、うん、そうそう、今みんなヤクルト普通に飲むってピルクルなんて言い始めてた。あれピルクルなんてお前デカキンが言わなかったら俺知らなかったからね。いやお前ピカキン、ピカキンってそうだよ、もういるよ、ヒカキンが、あ、俺さっきデカキンって言ってたかもしれない。ヒカキンがピルクルを CM まで行ったんだからな。いやでも、いや俺もずっと高校ぐらいの時から飲んでるから、ね、すごいことじゃない、ずっと高校からさ飲んでるピルクルを、うん、
もう一回そこでパフィーじゃなかった最初宣伝最初わかんないけどヒカキンがさ逆輸入 YouTube じゃん。ああそうなの。あ逆輸入 CM じゃん。CM キャラクターっていうね。なるほどね、はい、ちなみになんでシェイクスピアがね、こう今トレンド1位入ったかっていうと、はい、アン・ハサウェイという、はい、女優さんがいらっしゃって、はいはい、よく名前は見ると思います、はい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 、ここに句読点入るんだっていうのはアン・ハサウェイかミランダ・カーだと思うんですけど俺の中で。で、はい、アン・ハサウェイの旦那さんが、はい、アダム・シュルマンという方がいて、はい、その方がシェイクスピアの生まれ変わりかもしれないっていう話がロマンチックすぎると、はいはいはい、とある方がつぶやきました、うん、でこれがかなりバズりまして、はい、まずなぜそういう、ね、説かなってるかというと、はい、シェイクスピアとアダム・シュルマンさんの顔がすごい似てるんですよ。はいはいはい、で似てると似てる、はい、でシェイクスピアの奥さんの名前がアン・ハサウェイだったそうなんですよ。はい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 、はい、でシェイクスピアが奥さんに最後に残した言葉が、うん、君を愛するには人生は短すぎるから、うん、次の人生でも君を愛すると約束するよ、うん、と言っていたということで、はい、アダム・シュルマンさんがシェイクスピアと同一人物説おめでとうございますということで、多分同一人物ですのでこれはですねこれだけ証拠が揃ったらもう、うん、言い逃れないですね。間違いない、もし俺が人脈があるんであれば、うん、ここのチャンネルで江原博之さん呼んでこの話を聞いてみたい、うわ来れるかなねえということでございます。来れますかね、来れないと思います。講演会などのギャラも高いでしょうからおそらくね、みんな周りがピカピカ光りすぎて外歩くの大変だと思うんで、そうですね、あのオーラがね見えすぎてというようなことでございます、はい、まあ一応この前徹子の部屋に三輪明宏さん出ましたが、うん、そういうなんつうの霊的な話を一切しなかったと、うん、でいうのを誰かがつぶやきで見つけていて、うん、ちょっと前のネットニュースで、うん、三輪さん霊感はなくなったっていうのが拾ってましたのであそうなんだっていうね、なるほどね、ことでございます。情報不足でしたね。情報不足ね、いろんな情報が錯綜してますが、はい、そしてねこれは誰かが見つけた見回り隊の求人広告ですね、うん、アルバイトで、アルバイトで見回り隊ってね、はい、今結構新宿なんかもちょろちょろ言います、はいはい、何か見回り隊って、はい、ねあれそう夜回り先生じゃないですよ、はいね、夜回り先生は新宿で俺ちょっと時期違うから見たことないんだけど、俺は見たことあるよ。えやってた？俺札幌で見たことある。全国夜回ってんだ。そうどうやってこの人来てんだろうね, ね、はい、で見回り隊っていうのはね、はい、まあこのコロナ禍において、まあ、時短要請マンボウだいろいろ出てますね、うん、でこれを、見張る仕事なんですね。はいはい、これが普通なんかアルバイト情報ページみたいなのあるんですよ。はいはいはい、で怖いです、まあ、これ梅田のやつです。誰かが拾ってたやつ、はい、時給1300円プラス交通費全額支給、はい、ウェブ登録で面接なし、うん、飲食店見回り業務、面接なしっての怖いね、初めて聞いたね飲食店見回り業務ってのは。面接なし怖いでしょ。面接なしで、うん、いきなりその人がさ、うん、ずかずか入ってくるわけでしょ。そうよ、責任取れんのかねこれ。それはお前が泥水すってないと思うね。いや俺が面接なしの短期のバイト何個やってきたか。いや仲介業者があるからな。ここ仲介するんだったらちょっと、うん、違うよ、面接なしの直バイトあるんだよ。うわ、それはお金のない芸人がいっぱい知り合いでいるから。でどういうことが起きるかというと、まあごめん俺の話になっちゃうけど、例えばコンビニとかでバイト行くじゃん、うん、時に実際に起こってる事例としては、うん、そいつが金持ち逃げして警察沙汰になるってる。あ、はいはい、でもう裏に指名手配されてたもんね。なるほど、うん、で俺がさバイトしに行ったらいきなり警察しかいなかった時なんだからコンビニにそういうことありましたよ。かわいそうだな。かわいそう。でもそんぐらい人手不足だし、うん、まあそういう深刻ななんかあるんだろうね、うん、でちなみにですねこの飲食店見回り業務っていうのは、うん、学生さん大歓迎、時給1300円、うん、昼から夕方までサクッと稼げる美味しいお仕事、うん、この次なんですよ。お仕事内容、うん、各飲食店がコロナ対策をしているかの見回り業務です、ね、爽やかな文面でなかなかのこと書いてますよ。本当にもう感心ですよ。感謝だ。ちょっと前ダースレーダーさんでね、ラッパーの方と一緒配信やった時に、うん、ダースレーダーさんライブ終わって外にいたら、うん、見回り隊の人が来て、うん、何やってるんですかって言われたっていうね。いや今ライブ終わって待ってるんですよ。マスクだけじゃなくてさ、うん、眼帯までしてんのよな。そうだよ、そこまで追ってなんてことを言うの。確かに見回り隊としては一番喋るの勇気いるね、うん、人ですからでもライブハウスでライブやってる人って分かったんだろうね、逆にだから聞いたんじゃない。ダーさんの格好だったら、うん、あれでしょ、普通にそっち系の人って分かるでしょ。そうそう、ミュージシャン系というかね、うん、分かるよね。だから話しかけたというか、うん、何やってるんですかみたいな、うん、いやライブですよみたいな、うん、はい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 。でまあもうみんな出て、まあ終わってたんだよねその時はね、うん、でみんな出てきますよみたいな。でそれをなんかアンケートみたいにメモってんだよね。へえ。で、ということですね。なんと職種は調査アンケートモニター系ということで。いや怖いよ怖いよ、本当のモニターじゃないかっていうね、うん、ということでございます。まあそういうね、うん、
都市伝説いやじゃねえだろねえ、まあ俺が見たやつはその誰かのスクショだから、まあ、これだけは、まあ、作った可能性もある、ね、可能性もあるし、まあまあこれは完全にあるかは信用しませんが、新宿に両耳湧いた見回り隊の人は見ましたね。いるね、あるんじゃん。俺あの人が来たらすぐもう営業やめますね。昼でもやだよ。お疲れっす、あ店閉めるよっつって、やばいじゃん。その人にいっぱい飲んでもらう。闇市じゃん闇市じゃん、両耳湧いてる見回り隊一番やばいよ。俺が見てる空手バカ一台ですよ。はいはいはい、今ね、はい、テレビやってるから、はい、それですよ。それね、はい、昭和だから許された話いや許されてねえよ、うん、許されねえよですよね、はい、というようなね、はい、ことでございます、はい、まあそんなところで、また明日お聞きなさってください、はい、お願いします。